パナソニック教育財団並びに心を育む総合フォーラムの関係者の皆さん、こんにちは。私は昨年の11月に開催された全国キャラバンで来賓の方々にブナの森を紹介させていただいた桜田ひかるです。覚えていらっしゃいますか？受賞から2年が経ちますが、活動はどんどん広がっています。昨年度は秋田県の世界遺産白神山地と岩手県の世界遺産中尊寺で活動しているプロのガイドさんからガイド力、コミュニケーション力、おもてなしの心を学びました。今年度は観光客の皆さんをカズノファン8万体ファンにしようと共通テーマを設定し、全24班がそれぞれ工夫を凝らしてガイドを行いました。世の中のグローバル化にも対応し、特にアジアの人々が多くカズノを訪れることから、マレーシア出身で青森県在住の方を本校にお招きして、アジアの共通語と言われているカゴを挨拶程度ではありますが学びました。こうした活動の広がりや昨年度の全国キャラバンでの PR により、今年度は過去最多の214組544名の観光客の方々をガイドさせていただくことができました。話題は変わりますが、2月8日から鹿角市で全国中学校スキー大会が開催されます。その開会式で今年度のボランティアガイドの活動の様子を紹介し、さらに PR をしていきます。今年2018年は10月6日土曜日と7日日曜日にボランティアガイドを行います。自然豊かな秋田県八幡平へ来てくれよー。